皆様こんにちは。本日は統一教会の実像に迫るメディアはどこまで伝えてきたかにご参加いただきましてありがとうございます。本日パネリストとして金平重則さん、鈴木エイトさん、藤森健さんにお越しいただいております。視聴者の皆様はもし質問がありましたら Q&A の方にご記入いただきたいと思います。それでは早速始めさせていただきます。お願いします。これはテレビの両刻みの番組じゃないので、自由になるべくオンラインの特性を生かして、しかもこの3人ですから話をしてですね、中身のある成果が見てる人にこう役立つようにというようなことで、ざっとばらにお話をしたいと思います。最初自己紹介しましょう。私は金平と言います。テレビの報道をもう45年ずっとやってきた人間ですけれども、まだずっとやり続けようと思っている人間で、おそらく二晩までやるでしょうそういう人間ですけど、今日はお二人、鈴木エイトさんと藤森さんという、統一教会の問題、旧統一教会の問題を、現場の最前線でいわばこう返り血を浴びながら、取材をしてきた、最前線の人たちなんで、僕はそういう人たちの話をこう経験をお聞きしながらこう何か共有できるものがあれば、あるいはこのオンラインを見ていてですね、何か助かったとかですね、あるいはこう励みになったとか、あるいは今後のこの問題へのこう取り組み方について何かプラスになることがあればというようなことを考えてやってきたんで、で勝手知ったるというか、もうさっき初めて気づいたんだけど鈴木エイトさんと僕今日初めて実際にリアルで会った僕全然そういうことをもう知り合いだと特に思ってたんで、何度も会ってるような気になる。いきなり電話かかってきて、びっくりしました。ごめんなさい。もう、それから藤森さんは、僕は、もう何年前でしたっけ、司法記者クラブの時だから。40年、30年ぐらいかな。1980、あれ、田中の一審判決の。一審判決の86年か。そのぐらいか。そのぐらいの。違ったかな。もっと前ですね。忘れた。それからいろんな裁判を一緒に傍聴したり、記者席で傍聴したりして、検察庁周りも一緒にやってた中ですよね。でその時に僕は藤森さんから、朝日ジャーナル時代に、藤森さんが統一教会の取材をしてて、身の危険を感じるようなことを何度も経験されたっていう話をずっと聞いてたんで、いわばその統一教会の問題のプロですよね。プロのお二人に今日はお話をお聞きできればというふうに思ってですね、ここから先はもう本当にルールなしでやりますね。はい。どうしましょうかね。最初にどんな方法で、やるかみたいな、見取り図みたいなことをちょっと、画面共有しましょうか。いいですか。はい。統一教会の問題っていうのは実は日本においては全画面になってない。あ、本当。はい、いいですよ。はい、はい、全画面ね。はい、過去こういうことをやってきたっていうのは1980年代の、あれ何年でしたよ、朝日ジャーナル最初にやったの。霊感商法追及、はい、86年ですね。86年ですよね。はい、報道特集っていう番組が TBS でやったの、1992年だったかな、最初にやったの。そのぐらいの時から実はやってたんですよ。で、今は若い人知らないでしょ。で、知らないんですよ、実は過去にこれだけやってたっていうことが。で、これは、うまく伝承されなかったっていうふうな言い方もできるかもしれないけど、実はここまでやってたっていうことをちゃんとこう知らせなかったみたいなことがあってね、そういうことができるんであればと思いまして、霊感商法とか
合同結婚式の話とか、あるいは大学のキャンパスでの原理研とのこう、まあ、いわばトラブルみたいなことっていうのはやってたんですよ。メディアやってたの。間違いなくやってた話なんですが、それから今 NHK は後ろ向きですけど、 NHK もちゃんとやってましたよ。ローカル局はいくつかがっつりやってましたし、それから、さっき言ったように僕らの TBS の報道特集っていうのも、何回かやって、これは大変な反響だったんですけどね。で、あと思い浮かぶので言うと、その赤包帯事件っていうのがあってね、これは1987年の5月3日に朝日新聞の阪神支局が正体不明の人にこう襲われて、まあ、小尻さんっていう記者が亡くなって、もう一人の方も重傷を負ったっていうことがあったんですけどね。あの時にも実は、朝日新聞内部ではね、これはもしかすると統一教会の関係者がもしかして関与してるんじゃないかみたいなことでがっつり内部調査されましたですね。そうですね。ですよね。で、その後その失われた30年みたいなことがあって、まあこれ失われた30年っていうのは経緯で言うと、オウム事件っていうのは1995年に、まあ、一斉摘発されるんですけども、カルトイコールオウム真理教みたいな、まあ、強烈な事件だったんでね、その陰に潜むような形で統一教会の問題っていうのが、まあ、前面フロントラインから後ろの方に行ったっていう事件あったんです。その間ずっと、一線で取材されてたのが、やや日刊カルト新聞の、鈴木エイトさん。鈴木エイトって何で言うんですか、エイトちょっとこういうフリーのジャーナリストとかで、はい、書き手、ライターやる前はちょっと音楽活動をやっていて、まあ、そこの名前のつながりから、はい、まあ、便宜的にこういう最初に、統一教会を含めたこうカルト団体の勧誘組織活動をしてたんですね。いろいろ危険な目にもあっていたので、こうなかなか本名でやるのは難しいってことで、エイトって名乗って、まあ、それがある程度、まあ、通ってしまったので、反カルト業界の中で。そのうち、ちょっと海外のシンポジウムを行く機会があって、まあ、名字つけようということになって、まあ、適当に知り合いの弁護士がつけたのが鈴木だったので、まあ、ペンネームとしてまあずっと活動していると。なるほど。はい。音楽活動やってた。ミュージシャン。そうなんです。金谷さんもかなりロック好きだって話を、TBS の方からよく聞いていますけど。はい。ロックやってた。あ、そうですね。なるほど。はい、そうですか。それで、ほぼじゃない。いや、日刊カルト新聞をずっとやってたんですよね。そうですね。2009年に創刊して、まあ、そこから13年ぐらいやってますね。これカルト問題を、まあ、メインに。はい。なるほど。それでね、まあ、この話をする、まず大前提みたいなことで言うと、もしかすると、藤森さんも、鈴木エイトさんも感じられてるかもしれないです。僕も今感じてるのは、今現在ですよ。なんかね、妙な空気が流れてるなっていう思いがあって、まあ、はっきり言いますけども、もう統一教会問題いいよと。これだけやったじゃないかと。山際大臣ももうやめたじゃないか、ね。もう飽きたよみたいな、ね。はっきり言えばですよ。で、そういう空気みたいなものがどっかに醸成されてんじゃないか。これ見てる方はそうじゃないと思いますけれども、社会一般とか社会全体の空気みたいなものがあってね。そこで言うともういいんじゃないかみたいな、ね。そういう空気みたいなものが自然と出来上がってきてるような、僕実は予感してるんですよ。本当は、まだ入り口の方に満たないような段階なのに、もっともっとこの問題のことを本質的にこうごっと、取材していかなきゃいけないのに、もういいやみたいなね、で国会の方も機能してないし、政治の方も今右往左往してるみたいな状態で、この問題のこう本質的な解明みたいなものがなおざりにされたまま、もう飽きたよみたいな感じでね、この問題が扱われてんじゃないかみたいな空気を感じてるんですよ。なんかそういう方向に持っていきたい人がいるんじゃないかなっていう感じもしてるんですよね。うん、一部の政治家がある程度保身に走って、うん、これ以上この問題追及されたくないっていうことで、まあ、一部のコメンテーターなどはまあそういう、つながってるとは思えないんですけれども、うん、何かこう、この問題をもういいんじゃないかみたいな
いう発言もちょくちょく聞こえてきますし、それはちょっとまずいですよね。うん、いや、あのね、これ僕はテレビの世界長いこといるんで、テレビ、非常に露骨な言い方をするとです、もう統一教会じゃ数字取れないよ、みたいな。非常に僕はこういう言葉絶対聞きたくないんですけれども、そういうことを、まあ、平気で言うような流れっていうのが、残念ながらね、出てきてる。新聞どうだと思うんです？今現役でないんではっきり分かりませんけれども、お腹いっぱい感っていうほどまでは言ってないように思います。例えば私がいた朝日新聞なんかと、無数く出遅れたんですよ。で、だいぶ葉っぱっていうか、後輩とも話しまして、で、これから頑張るぜというふうに言ったのがもうだいぶ経ってからなんですが、で、確かに、例えば、推薦の、政策協定の問題とかね、いうふうなんで少しずつやったり、まだ出遅れたところなんかは、まだまだっていう感じで、かなり先んじてやったところはもうお腹がだいぶ満腹感あるかもしれませんね。あと新聞によって違うでしょ。新聞によっても違う。これ全くこのことをもう、なんていうか熱心にやらないところもあるし。ありますよね。ありますってね、うん。毎日新聞、東京新聞とかはかなり読み込んで報道してますよね。うん、朝日も僕初期からずっと接触記者の人と話をしているので、うん、あんまり出遅れた感はないんですけど、まあ、実際の報道は出してないだけで、うん、取材はずっとされてました。ね、それで、まあ、せっかくなんで、今日ね、あんまりこういうことっていうのはきちっとやらないんじゃないかと思う、やられてないんじゃないかと思うことで、ぜひ、お聞きしたいのが、藤森さんね、まあ、大体、朝日ジャーナルって知らない人いますから、今。ね、僕ら、僕の世代なんかはもう朝日ジャーナルっていうのは、まあ、ある種こう持ってることがなんかこうわざと見せたりしてね、朝日ジャーナル読んでるんだみたいなことを言ってた時代ってあったんですよ。鈴木エイトさん知らないでしょ。いや知ってますよ。ごめんなさい。結構いい年なので。そういうまあ要するに、朝日ジャーナルっていうのは朝日新聞社の中でも、もうまあある種こうゲリラ戦みたいなのを戦うようなね、独立性の強い週刊誌で、で、そこでは、まあ、かなりいろんなことをやりましたけども、藤森さんね、はい、今日、とってもいい機会なんで、はい、藤森さんは、朝日ジャーナルを舞台として、はい、この霊感商法の問題って一番最初にね、いわば、日本のメディアの中で一番最初にこれ、声を上げたメディアでしょ？まあ、まとめたやつになりますね。ですよね。うん、あれ、だって、今でも覚えてるけど、よくあんなこと当時できたなと思うぐらいに、何があったんですか？もしね、どういうことを報道されて、で、何があったのかみたいなことをちょっとまとめてここでご報告いただくと思うんですか？わかりました。金井さんが言ってくれた通り、ご存じない方も多いと思うんで、朝日新聞社の出版局に、朝日ジャーナルという、まあ、ゲリラというか、後半の雑誌があったんですね、昔。うんで92年で廃刊になりました。休刊って言ってますが。で、私がいたのは80年代の後半なんですけれども、割合、朝日新聞はこの統一教会問題では、大学からタッチをしてたんですね。うん、1967年の7月7日、夕刊の朝日新聞が、親泣かせの原理運動っていう、そんなに大きくないんですよ。4段ぐらいかな。見出しはの記事を載せまして1967年最初の報道です、ね、これが最初ですね、統一教会批判的な、それ原理運動で、ね、親泣かせの原理運動という見出しです。原理運動には鍵がついてます。で、もう本当に、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんで、極めて大雑把に言うと、1954年に統一教会、世界基督教統一神霊教会が本名ですね、が韓国で生まれて、50年代の末に日本に入ってきて、で、60年代に入ってから日本で彼らが行ったのは、僕に言わせると人の収奪、
つまり大学に原理研究会っていうのをあちこちに作って、うんうん、であの正体を隠して接近して、うん、でなんか生き方は悩んでませんかとか言っていい仲間がいますあるいはみたいなこと言って連れ込んでビデオセンターっていうところで、うん、少しずつ、まあ、洗脳と言っていいのか、彼らの教えを入れてってですね、でいつの間にか信者にしてしまう、これが、原理運動というふうに一般的に言われました。これがだいたい1960年代から彼ら始めて、で70年代も続きます。ヘッドさん、あれ今もやってますかね。今はもうやってますね。カープ、はい、ただカープの中身はもうほぼ二世信者になってるんですけど、ね、はい、ずっとそれが一番早いですね。でそれはなんだ、うん、その後青春を改正訴訟なんです、ね、そうですそうです、あれですね。あの時僕らもその大学のキャンパスに行った時に原理っていうのがいて、原理には気をつけろみたいなね。で僕はキャンパスにいた頃っていうのは、そのいわゆるセクト、震災運動の、まあ、名残みたいなのがまだ残ってた時期で、はい、内毛場なんかがあった陰惨な時期だったんですけど、そのなんだろう、ある種のセクトの対抗勢力として原理って言ったんですよ。でこれ武装してたりしてる、すごい怖かった。でなんかこう、まあ、いわゆる出入りみたいなのがあの衝突したりするようなこともあったんですよね。うんうん、左派の学生と右派の学生の、その右側ってことですよね、学生運動。日本会議の源流もそこに同じところにもありますけどね。ですよね。はい、うん、でそれは最初 の, その記事だったんですよね。そのそうですね、次のはどう、はい、それからだんだんあれしてって、はい、70年代の末かららしいんですけれども、まあ、80年代になると、今度は主に金の収奪に彼らは力を入れます。でそれはあの文鮮明教祖の方から金をよこせという摂理という名前の、指示が飛んできて、日本は貢ぐもんだということで金で、それまでは割とみんな製品に甘んじてですね、珍味売りをやったり、それからもちろんインチキ募金なんかもやってましたけども、そんなにひどいこと、まあさほど大概ではなかった。しかし、その頃から、まあ、70年代末からと言っていいんでしょうね、非常に法外な霊感商法を、大々的に始めました。その竹縄が80年代で、まあ、90年代に続きます、が、この霊感商法っていうのは結局皆さんにお配りしているしていただいている藤森県レジュメ資料なんていうのがあって、これ今入ってるんですね、入ってるんですね、はいはい、事前に送っていただいたんですね、こういうふうにこう開けてくれるみたいですね、こう開けると1ページ目に、ポイント要点なんていうふうに私が書かせていただきました、はいはい、この左側に、手口は非常に簡単で、正体を隠して接近して霊感といった虚言で人を不安恐怖に陥れて、それで法外な金を巻き上げて、しかもこれを常習的に行うというのが霊感商法の、私の簡単な定義 でこのやり方はどうやらその後の内向して彼らが内部で、霊感商法やばいぞというふうになってから、まあ90年代以降ですね、主に固い信者にしちゃってから、その信者から法外な金を巻き上げる、献金なり献財といってですね、いう形に内部変わっていくわけです。で、しかしやり方は基本的にはこの1から4の本質は何も変わってないのではないでしょうか。最近の僕取材してないんですが、そこはエイツさんにお伺いしたいんですが。そうですよね。まあ、この過程でその人生そのものを奪ってしまうっていう、そこがありますよね。なんだか金銭収奪だけではなく、それで普通の詐欺みたいにそれで終わるのではなく、まあ、エンドレスにその人の人格、人生自体を、まあ、教団側、団体側にこう寄せてしまう、奪ってしまうっていうところが、まあ、こういうカルト団体の一番の問題点ですよね。なるほど。80年代っていうと、まあ、だから日本の社会が、まあ、ある種、バブル経済に向かってぐらーってこう伸びていった時期だから、そういう意味で言うと、こう、お金の収奪みたいなものがもう、
圧倒的にこう急激に増えていったそういう背景があるんでしょうね。そうですよね。それとまあ統一教会自体のアメリカなんかでの活動のいろんな資金が欲しいということとか、はいうん、韓国には上場企業なんか持ってますけど、ねうんそういうところの経営にも関係するんでしょう。その辺のところはあのエッさんは詳しいと思うので、はい、後で教えてほしいんですが、うん、先にじゃあ簡単に、はい要望に簡単にお答えすれば、はいそういう中で霊感商法というのは統一教会信者によって日本中に広がっていった。そしてその被害がどんどん深刻化していった。そういう中で、これはまずいぞということで1986年の12月から我々朝日ジャーナルはこれをやろうということで霊感商法追求キャンペーンというのを、まあ、10回なんですけど、翌年の87年に秋にかけて、やりました。でこれの内容についてはこれまたあの皆さんに事前にお配りいただいた、あそうかこれ見るな、霊感商法の巨大な被害っていうのに始まってこれ第1回ですか。これが第1回です。うわ、第1回でやったのは全国の生活経済センターなんかを調べた分かる範囲です。まだあの弁連もできてないから非常に不十分ですが、かなりの規模であると被害が。それからその背景のやり口がこの数珠数地獄を演出した巫女たちの証言、これは脱会者の証言で、これはもう本当に霊感なんて嘘っぱちだっていうのはこれ聞くともうすぐ分かるんですね。つまり、なんとか偉そうなことを先生役の人が言うんだけど、先生には付き添ってきた信者仲間がもう聞き出したその人のいろんな悩み、私は水子がいますと言いますというふうに全部告げてあります、前もって。ですから先生はいかにも霊能者風に出てくるんだけど全部お見通しなわけです。それでこの、数百万円の多宝塔を買いなさい、そうしたらばもう先祖の因縁は、から救われると、これから良、くなりますよいうふうなことを言う。しかしいきなり800万円出せって言い当たって無理ですよね。抵抗する。そう先生はちょっと神様に祈ってきますって言って中座します。で、奥の部屋に、別室があって、そこに信者の上司であるタワー長っていうのが、こう陣取ってるんです。で、そこに次々あの部屋からもこの部屋からも先生役信者たち、トーカーって言うんですけど、トーカーがやってきて相談するわけです。そうすると、これはどうも、もう一度しろとか、あるいはもう怒鳴るようです。怒鳴ったそうです。それから、まあ、どうしても硬そうだったら、では100万円の壺にしておけっていうのだと指示するわけですね。で、そうすると先生は戻ってくる。で、神様は100万円でいいと言っている。いうふうに言って、完全に、なんていうかな、もう、あることないこと言いまして、ないことないことなんだけど、言って、買うまで返さない。8時間、9時間。ずっともう軟禁状態にするっていうのはザラです。で、そうやって買わせる。そうするとそれで終わらないんですね。また今度しばらくしてその上司なりいう人が、訪れて、先生があなたの霊がちょっと今苦しんでるっていうふうに急に言ってるというふうに大変だとか言うわけですよ。で、まあそんなふうな、つまり虚言です。いう形でやっている。で、信者たち自身も自分たちが嘘をついているってことはもう十分分かってます。分かってるけど、そうすることが神の道なんだ、正しいことだということを思うわけですね。呪術地獄を演出した証言という中に今さっき言ったんですけど、汽車ポッポの替え歌ってやつですか。それその印鑑を売りに出かけるときの出発式で景気づけのために歌ろう。金金キャッシュキャッシュ現金現金キャッシュシュってこんなことを本当に歌って出発して売りに行ってたんですか。あのたくさんの脱会者たち、僕100人以上聞いたかもしれません、はい、から当時ですよ、昔の話です。当時のことだけど、言うこと全然矛盾がないし、あるいはそうだな、当時伝道っていうのは人の勧誘ですよね。言うのでは
ホームっていう彼らが集団生活してるところに、あるホームでは、目指せ銀漢方って書いたんですね。何かっていうと、彼ら隠語が多いんですよ。銀行員、監獄、保護を狙って勧誘しろ、いうこと。目指せ銀漢方、ね。目指せ銀漢方。つまり、非常に真面目な人たちが、お二人もよくご存知のように、彼ら自身はとても真面目な青年ですよね。ちょっと愚動的な。で、そういう人たちを狙う。で、ちょっと許しがたかったのは、そのホームで、障害者は勧誘するなって言われてるんですよ。宗教ですよ。もうこれでカチンってきましたね。つまり、この教団の本質は金集めなんじゃないかと、私はそれを聞いて感じました。教団の活動にこう貢献できない人は誘うなってことですよね。障害者は誘うなんですよ。病気を持ってたりとか、あと、教団の活動に割く時間がない人であるとか、うん、最初の声かけるときのマニュアルで、どういう人に声かけて、どういう人に声をかけないようにみたいなのがきっちり決められてるんですよ、ね。キャプテン300とかいうのもあって、うん、学生時代に部活動でキャプテンをやってるような人望と、そういうのがあって、貯金が100万、預貯金が100万とか300万ある人を狙いなさいみたいな、そういうマニュアルもありました。キャプテン300。はい、300、100だったかな。多分キャプテン300だと、そういう言葉も当時ありました、ね。かなりマニュアル的ですね、彼らね。そうなんですよね。僕は今、藤森さんが言われたようなあれです。僕がこういう活動に参加しだしたの、実際に街頭で偽装勧誘の組織活動をやって、ビデオセンター乗り込んで救出とかしてたんですけど、それが2002年からですね。で、実際に霊感商法が大規模な摘発を受けて、2000年代後半、2009年、10年まではそういうことが普通に続いてましたよね、うん、その状況が変わらず。なるほど。しかし、これ、全部でキャンペーン報道っていうのは 何回ぐらいやられたんですか？一応、第10弾までやりました。10弾、うん、?10 週間。うん、そうですね。大体やった期間って1年とか。そうですね、1年弱です、ね。1年弱。はい、これは相当教団側から警戒されたりはあったんでしょうね。嫌でしょうね。一番痛いところも、彼らにとって何もお金も。だってこれ、1986年から1年間っていうと、終わったのがちょうど1987年ぐらい。そうです。の秋。うわ、そうなんですか。これ、伊藤正孝さんっていう方が言い出して、はいはい、私と二人で始めて、で、途中で伊藤さんが、よくご存じの筑紫哲也さんに代わって編集長になったんですよ。バトンタッチしたんでね、うん。どうすると書けなくなっちゃうから、今度はフリーの有田芳生さんを引っ張り込んで、今度は藤森有田で、10段までやった、うん。そんな感じです。有田さんと一緒にやったんです。そうです。いやいやいや、それはなんというか、だから当時、だから有田さんはどういう立場だったの？彼はまだフリーになりたてで、それまで、雑誌の編集者だったんですよ。はいはい、で、まだそんなに仕事がたくさんなくて、その中で、筑紫哲也時代の朝日ジャーナルで、ちょっと硬い、彼が硬いのが得意ですから、のを書いてみないかということで、国鉄の問題かな。いや、もうなんかね、その話を聞くといろんなことを頭の中ぐるぐる駆け巡ってね、筑紫さんは、ご承知のように、その朝日ジャーナルの編集長をやるんですけども、雑誌のね、その後ね、その後、朝日新聞、いろんな経緯があって辞めた後に、僕は、ニュース23っていう番組でご一緒することになるんですよ。で、その、筑紫さんからも、いろんなその時の思い出話みたいなの聞いてたんだよね。ジャーナルの時は大変だったみたいな話をされた時も、その中の、いわば、ライターの一人が有田さんだったわけでしょ。で、これね、こんなこと言っていいのか、もう前も有田さんとここで一緒にやった時に言ったんですけどね、有田さんが統一教会の問題をずっとやり続けてきた時に、それを引き剥がすような形で、オウム事件の取材をお願いしたのは私なんです。罪深い。いや、これはね、もう有田さんにあんまり言ってほしくないかもしれないけど、有田さんもよくご存知なんでね、その、1995年にオウム事件が起きたでしょ。で、あの時に、やっぱりこれは警察の一斉捜査が入るだろうっていうふうに言ってた時に、
確か強制捜査の1日前だったかな、何日かの、その時の、スタジオ出演をもう頭下げてお願いした。で、僕が電話したら、有田さん、いや、僕は統一教会をやってるけど、オウムは僕のフィールドじゃないんだよって言って断ったんですよ。で、それでも僕はもう食い下がってね、しつこく。なんでかっていうとね、その当時、江川翔子さんを、が、まあ、第一人者として、オウム事件のことは、まあ、半分ぐらい当事者だったんですからね、あの人、神奈川新聞の記者をやる。その時にね、日テレがね、江川さんを囲っちゃったの。で、こうやってやって、もう絶対他に出るな、みたいな。で、その時に困りきっちゃって、僕、それで筑紫さんと相談して、こう、どうしようかっていうふうにして、そういえば有田君がいたな、つって。で、やっぱ、有田さんにお願いしようっていうんで、一旦断られたにもかかわらず、とにかく何でもこっちはもう圧倒的にサポートしてやりますからっていうんで引き入れたんですよ。そしたら有田さん真面目だからもうずっとオウムのこと一生懸命やってね、でずっとオウムのことをこう収束するまでやってた。で、そんなそのあの事件があまりに強烈だったから、カルトイコールオウムみたいな思い込みが僕らの中にできちゃって、そこで実際はずっと続いていた統一教会のカバーっていうのが、まあ、はっきり言うと薄くなっちゃったっていうことがあってね。でも、それはものすごく実は僕自身は後悔してるっていうことがあるんですけども、そういうことがあったっていうのを今お話聞いて、ああ、そっか、有田さんも一緒に、ジャーナルで一緒にライターとしてこの問題やってたのかなっていうのを聞いてね、いろんな思いが駆け巡りますけどね。金平さんがニュース2、3をずっとやって、すごいなと思って見てましたけど、会った時にね、覚えてないんですけど、何、筑紫さんの、まあ、映するんですけどね、僕ら、亡くなっちゃったら、浅いジャーナルやってあげてるんですよ。そんなこと言いました。そんなこと言ったんです。ありがとうって言ったけど。本当に失礼しました。ごめんなさいね、本当にね。いや、なんかね、そういうある種の、まあ、はっきり言えばですよ、筑紫イズムみたいな。そうですね、あるいは、浅いジャーナルがに流れてたような、あの自由な雰囲気っていうか、ちゃんとやるぞっていう、あの空気みたいなものの連続っていうのは自分の中にやっぱり今でも流れてますね、やっぱりね。今話聞いてて、その頃ロックやってたんでしたっけ？まあそうですね、好き勝手やってました、ね。あ、はい、あ、でもそっか、そうですね、オウム事件はずっとテレビにかじりついて見てました。ですよね。はい、で僕はオウム事件の報道で、僕がいたその TBS っていうのは大きな間違いを犯して傷を負ったしね、はい、その後の僕は検証番組のやった自分でやった記憶があるんで、とても大きなあれは実は出来事だったんだけれども、その後のやっぱりね、統一教会っていうのはその後もうずっと生き延びて何をやってたかっていうことに対しての思いが至らなかった。想像力はね、やっぱりそこに及ばなかったです。メディア的にはやっぱ92年の三番荘合同結婚式で桜田淳子さんとかの件がまあラジオ等で報じられて、たのが一番大きなトピックですよね。そうですね。で、本来その後95年に36万層でやっぱりさらに大きい合同結婚式があったんですけど、うん、そこはまあある程度報じられてはいたんです。それほどではなくて、結局その時に生まれたマッチングされたカップルから生まれた2世たちが今20代とか、まあ、成人を迎えるとか、その辺の時代の、まあ、殿井さんたちと当人たちには悪いんですけど、うん、そういう問題をちゃんと解決 してこなかったからこそ、そういう2世たちの問題が今噴出してるって見方もできるんですよね。うん、ね、いや、これをね、ずっと見てると、その、ほら、アメリカの話が出てきてるじゃないですか。はい、で、アメリカは実は統一教会が進出を企てた大きな、場所だったわけで、この間ね、僕だからその当時の1970年代の末から80年代にかけてアメリカの統一教会のトップだった人になってきたんですよ、うん、そしたら、いや今彼は抜けてるんですよ、自分は完全に洗脳されてたわけで、その後のアメリカの、まあ、いわゆるコリアゲート事件ということで、アメリカの下院の、まあ、公聴会、国際委員会の公聴会ができるんですけど、そこに出て証言した人で、まあ、とにかくそこでも
向こうではですね、壺とかそういうんじゃなくて、花。花を売り歩くんですって。で、それで、そのやっぱりお金をこう巻き上げるみたいなね。それで、自分のところの財産みたいなものをこうやるというのは、あまりにもひどい人権侵害が起きてるっていうんで、まあ、アメリカはキリスト教国、まあ、あれですから。で、本来のそのキリスト教を信じてた人たちから、これは何なんだみたいな。チャーチを、ユニフィケーションチャーチという、まあ、チャーチを名乗ってるけど、これは危ないぞっていうんで、まあ、要するに規制に乗り出すというか。で、文鮮明氏自身は脱税の罪で収監されますからね、はい。で、それぐらいアメリカは、まあ、徹底的に、つまり議会が動いて対処してるんですよ。なんという日本のこう今の、国会の動きなんかを見てた時のこう対処の違いかっていうのことが、この連載を見るとね、本当につくづく思うんですけど、その時にね、さっき一番最初に言った返り状を浴びたっていう話を私しましたですけど、これね、藤森さん経験なさったそのどういうそのことをどういう経験をね、取材中にされたかっていうことについてのちょっとお話を今聞かせていただくこと可能ですか？返り血っていうから嫌がらせだったと思うんですけれども、86年の12月5日号で、第1弾を開始しまして、で調べてみたら、その年の12月21日だから、まあ3週間余り経った頃ですね、になんか見高に住んだんですが、私の借家の前の道になんかワンボックスカーが止まってて、中から、道ずっと未明からうちを見張ってるぞって近所の人が教えてくれたんですよね。もうなんじゃろうと思って出てってみたら、目つき悪いんでいるんですよ。でずっと見張りが何日か続きました。それから監視されてた。あ、そうですね。それから純不動で恐縮だけど、黒眼鏡の男たちがこっちが相手にしないから、うろ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 うちの入り口の前を何人かするようになったり、それから無言電話、あ、で最初は嫌がらずですね、電話が来ました。日曜日なんか僕は家にいると朝から電話が鳴り続けて、この世界で飯食えなくしてやるぞとか、なんとかいろいろ、そういう直接的な、そうですね、そう言いました。それからちょっと嫌だったのは、私の娘の名前もちゃんと調べて、何々ちゃん元気ふふふとか言う、娘さんの名前それから、妻がちょうど臨月だったんです。その月の12月31日に第3子産むんですけど、それでまあ出たりするのを見てるんですね、彼らにやってるから。そうすると奥さんどこに入園するんだとか、なんとか嫌なこと言うわけ。それで、ただね、そこに僕の前に朝日ジャーナルで原理運動の追求シリーズをやっていた臼井俊夫さんっていう先輩がいて、臼井さんがすぐにもう仲間ですから駆けつけてくれて、電話機の操縦機にペチャッとこう真空のやつで吸い付く、録音装置みたいな、タップみたいなのあるじゃないですか。あれ持ってきてくれたの。あれは確か。あれでも完全に、録音が楽なんで、もう今度はこっちが上手に出てですね、さあ証拠収集やるから何でも言ってみろなんてこう言うと、突然無言ではなく、そういうのもやっぱりひきなしに、途中まで100何回まで数えてたけども嫌になって、電話機布団蒸しにして、しましたね。で、これから行くかんななんていうのをその前に言ったんで、いつでも来いとの話そうじゃないか言うんで、ちょっとこれ若気の遺体なんだけど、鍵は絶対かけなかった。来い。それから電話機も伊藤正隆さんは心配して、電電公社ですかね、当時 NTT に言えば、そういう時は電話番号変えてくれるって言ったけど、はい、これもまあこっちから切るもんじゃないと、記者は、うん、と一応まあ若気の遺体と思ったから切れば、ね、あとそうか、特上寿司とかね、頼んだ天夜物が10人前とか、そんなのが届いたり、自宅に要するに天夜物が届くわけ。そうです、出前が。そうで頼んだ
独成仏って宇宙取ったことないでしょ。なんか子供を見てこれなんなんていうか、これウニって言うんだよとか、まあそれあれだけど、あのいろいろありました。で、あんまりうるさいからこっちも途中で構成に出まして、ね、カメラを持って片手に出て、あのうろついてる黒眼鏡の正面からこうやって写真を、うん、さあ植樹中やるぞって言って撮るわけです。そうすると、ね、可愛いことにくるっと後ろ向かうんですよ。で、だんだんこっちは図に乗って黒眼鏡追っかけますわけ。すごい。やった。そんなことあったの？そんなのあった。あの、いや、笑い話ですよ。あの、なんだろう、例えばそういうのは警察に被害届出したり、あるいはあの保護してくださいとか。娘の名前言われた時に確か警察にこんなこともあるんですって言ったけど、何にもしてなかった。全く何にもしてない。だから娘の学校に僕迎えに行ったことが1回だけあります。で、今日やだなっていう日ですね。そしたら本当にいた、ボンゴで見張ってはいた。何も誘拐も何もしないけど、あ、そんな、まあ、でも取材ではよくあること。でもね、今のその話聞いてね、そのまず自宅を割り出したわけでしょ、うん、それから娘さんの名前を割り出したわけでしょ、うん、それから電話番号を割り出したわけでしょ、うん、それって調査能力としてはなんていうか、ものすごい、つまり能力がないとできないですよ、そんなこと。いや、電話帳に出したんじゃないですか。あ、電話帳、うん、どうだったの。いや、でも娘さんの名前なんかどうやって知るんですか。知らんですね、偉い。いで、なんかね、後で脱会して、ずっと後ですよ、うん、あの三鷹そのものじゃないんだけど、近くのホームに住んでたっていう脱会者が、うん、私藤森さん家やりましたって告白したからとてもいいやつ感じ。そうですか。いや、それだけだから統一教会信者による嫌がらせであるっていうことは、僕は証拠を持っています。確信できるわけ。今の持ってます、その時の音。いやいや、それ彼から聞いたから、ね。あ、聞いたからね。あ、そっか。これはだけど、朝日ジャーナルのその時代にそこまでやっぱあったんだっていうの、今初めて聞きましたです。そこまで細かなことはね。今、もう一つね、僕実はそれ聞いてて。1986年から1年間ぐらいだから、1987年にそのキャンペーンが終わったわけでしょ。あれだって、これ、突飛な言い方かもしれないですけど、僕、あの、とっても よく覚えてるのは、あの、赤包帯事件ってあったじゃないですか。朝日新聞が波状的に攻撃されて、銃弾を撃ち込まれたりとか、それから、ピス管爆弾仕掛けられたとか、あれ、独身寮かな、名古屋のね。それから、一番有名なのは、1987年でしたっけ、あれ。そうです。の5月3日の阪神支局、朝日新聞の阪神支局に散弾銃持った男がいて、目出し帽の。で、小尻さんを、まあ、殺害、射殺してですね。ね。ちょうどそのキャンペーンをやってた時期と、その終わった時期と、その事件の発生っていうのがなんか重なってる。ところですよね。だから僕もヒヤッとしたんです。それ聞いて。俺のせいで小尻殺されたんじゃないかという、これは思い過ごしかもしれない。全くその、統一教会さんには冤罪になるから、それはもう僕の勝手な妄想ですけど、うん、とにかくすぐ阪神支局行きました。すぐっていうか仕事終え次第ね。で、そうですか、うん、情報交換いろいろして、うんうん、それでまあ行っちゃっていいんでしょうね。あの兵庫県警の刑事部長で友達もその後なったやつもいるんで、聞くと、統一教会はいくつかの、もちろん右翼ね、新右翼崩れとか、そういうところもだいぶサーチしてるけども、統一教会も有力な、なんか、なんていうかな、疑わしい、可能性の一つとして、兵庫県警が、少なくとも彼と話したときだから、何年間かの間は見てみたことは事実。事実ですね。その辺の経緯がね、私、あの、朝日新聞を退社した日田さんっていう人が書かれた記者襲撃っていう、はい、あの、ノンフィクションですね。レポルタージュ、あれ、ものすごく丹念に書かれてて、日田さんっていう人もお会いする機会があったんですけど、あの中にね、やっぱ僕はちょっと感化できない、部分があってね。
まあ、信用抑説とか、それから、統一教会説とか、その他のいろんな説があったんですけども、朝日新聞社がね、それに対しての抗議を受ける中で、当時の、まあ、関連団体だった世界日報の幹部とね、朝日新聞の幹部が会食する。はい、で、まあ、ある種、まあ、こういう言い方していいかわかんないですけど、鍵かっこつきの手打ちをするっていう記述があったでしょ。あった。僕はあれ読んだ時にね、本当に背筋が、なんかね、うん、こういうこと本当にやってたのっていう、あれ実名で書いてたから。そうです。青山ね。ね、僕はあれ読んだ時に。あれ、手打ちをしたんじゃないかっていうんで、だいぶ怒ったというふうにはあるんだけれど、はい、手打ちをしたかっていうと、当事者、出た当事者たちは否定してる、ね。否定してるわけですよね。うん、いや、だから認識は違うのかもしれないですけど、ただ、向こうがどういうふうに思ったのかね。それと、事実関係で言うと、その後、その、ある種、統一教会に対する関係に関する記事が減ったという、うん、でもないですか？まあ、彼がそう書いてる、ただ、今度のことが起きてからだけど、平田も電話で話しまして、うん、そこがやっぱり一番気になるところですから。うんうん、で、やっぱり、会食したことはもう絶対に間違いない、うん、でそれも乗るべきじゃないかもしれない。編集局は出なかったって言ってもね、それは別のそんなのは外形的なことであれなんでありますが、うん、立場の違う人たちと会食をするっていうことはなくはないんですよね。例えば私なんか新しい教科書を作る会の某トップの方と一緒に飲んだり一晩したこともあります。で、それも全然考え方違います。だけども、腹割って話そうじゃないかと。で、違うところはもう違う。だから、そこでいわゆる手打ちということは何らかの合意があったという意味では、平田も最近電話で話すときも、そこは証拠はない。なるほどね。僕はその考え方、僕は藤森さんとも、一致するところで、つまり、なんだろうな、手打ちっていうものと、それから取材で相手と会って話をするっていうのは、やっぱりだいぶ違う、認識がね。いや、僕、今日初めてお聞きすることもあったし、やっぱこの朝日ジャーナル時代の藤森さんたちがやった取材の凄まじさっていうかね、で僕はそれを、やっぱちゃんと僕らも受け継いで共有するべきだったというふうに本当に悔やまれてしょうがないんですけども、その間に入ったのがさっき言ったオウム事件という、ね、非常に得意なことがあったんですけど、エイトさんね、はい、エイトさんはその後にこういわばこう、まあ、最善のこうところにいた統一教会問題がだんだんこう後退してって、それで、注目されなくなった時もずっとやってましたよね、はい、僕の認識はちょっと違っていて、うん、僕の目の前にあった問題なんですよ。その自分がその偽装勧誘の現場を目の当たりにして、そこに割って入って、そこからカルト問題に興味を持ってずっと追ってきたと、うん、で自分の前ではずっと教団の問題は続いていたし、うん、一般の人が勧誘されてマインドコントロールを受けて信者にさせられてきた、人生を奪われてきたっていうのはずっと見てきて、まあ、その過程で金銭的な収奪もあったわけですよね。でそういう流れがあって、この問題をずっと、まあ、ウェブメディアとか通じて報じてきた中で政治家のとの関連が出てきて、それを追ってきたっていうことなので、僕個人の認識としては目の前にあって現れてきた問題をずっと追ってきただけなんですよ。なるほど。ただそれが世間からの認識だとすると、確かにあの教団は今的な、そういう古いもう今の旬の問題ではないっていうような扱い方をずっとここ少なくとも10年、うん、15年はされてきたってことは確かなんですよね、うん、なるほどね、はい、いや整理するとね、これ共有できるのかな、できます、今の現在ですね、はい、なってます、あ、ごめんなさい、藤森さんの受けてきたこういう嫌がらせとかを聞くと、僕が受けてきた嫌がらせなんて大したことないなと思いますけどね。
いや、あのね、そうは言ったって、僕は。勇気が強いですよ。いや、本当に僕は、あのね、ちょっとだけ整理すると、はい、僕の認識ではですよ、さっき言った7月8日の安倍元首相の、はい、銃撃殺害っていうのは、これは、まあ、正直言いますけど、日本の中で誰も予想してなかったことですね、はい、山上容疑者以外は。はい、あれ、びっくりして、まあ、僕は今の位置づけで言うと、あれはパンドラの箱を開けたというふうに思ってますけどね、うん、はい、あれがなければ今の統一教会問題とか、そういう、僕ら3人ここにいないですよ、はい、そうじゃないと。で、あれは大変な事件で、あの犯行動機っていうのは、当初、何日か経ってから、まあ、残念なことに最初にあの統一教会っていう名前出したのは海外のメディア。残念ながら。フランスのメディアだったですね。からイギリスのメディアだったですね。それからオンラインの現代ビジネスっていうのがちょっと遅れて出したっていう。はい、まあ、いわゆる主要メディアっていうところは、ある宗教か特定の宗教とかっていうような言い方をして、はい、まあ伏せてましたですよね、はい、あれ現場で取材した人たちに聞くと統一教会っていう名前かなり早くから出て、はい、出てましたね、有田さんに聞いたら有田さんは当時その自分の参議院選挙の、選挙運動やってたからその日の夜に、韓国のメディアから問い合わせがあって、はい、統一教会だっていう話を聞いたっていうふうに、うん、これ有田さんこの間のこの回で言ってましたですけれども、はい、この話でつまり統一教会っていうのは一気に表に出てきて、はい、しかもその山上容疑者の犯行動機が母親の入信と家庭が崩壊して、まあめちゃくちゃになった時に一番わかりやすい例がその、天中平和連合へのビデオメッセージっていうのが、はい、安倍元首相から送られていて、その中にもうこれはもう本当に、嫌なことですけど家庭の重要さみたいなものをね、はい、強調してた部分っていうのが含まれてる、何とも言えない、はい、まあ悲劇的な、はい、まあそういうことがあった上で、まあ狙いを定めていたっていうのがあって、その後に政治との癒着とか共依存とか共犯関係っていうのがまだまだ出てきたんですけど、はい、これまだまだ実は何があったのかっていうのはまだ入り口ぐらいしかまだ分かってないですよね、はい、本筋の解明は全く進んでないんですよね。進んでないですよね、はい、この間山際さんという大臣がやりましたですけども、これも入り口のところで実際何があったのかっていうことについて言うと、うん、まあ、説明の仕方が間違っていたとか不十分だったということで責任を取ってこれ以上の混乱をみたいな言い方で、はい、何やってたかということについての解明はないですよね。しかも本筋だった人たちの教団との関わりみたいなことについては何もこう明らかになってないですね。そうです。山際さんに限って言っても昨日の報道特集でしっかり秘書の中に10年前の統一教会の純潔デモでスペレヒコールを上げて扇動していた男性信者が今の秘書だということが分かりましたよね。そのデータを僕提供してるんですけど、だからその山際さんレベル、この教団と政治家の関係でいうと、教団側が使っていた側の政治家、山際さんであったとしても、その秘書の中に信者を受け入れていた、継続的に受け入れていたってことすらも全く解明できていない、まあ、一部メディア報じてますけど、うん、っていう中で逆にこう主導的に教団と関係を持って便宜供与を与えてきた、うん、教団の体制法に寄与してきた側の政治家、まあ、そんな多い数ではないですけど、その人たちへの追及が全くなされていないってことですよね、うんうん、全くその通りだと思うんですよ。ただ世の中的にはもうとにかく、まあ、最初に申し上げたような、うん、そのある種飽きたとかもう数字が取れないとか、あるいは、もういいんじゃないかみたいなね、うん、で幕引きモードになんとか持っていこうっていうような、うん、さっき言われたような動きって出てきてますよね。これ要はそのやっぱり今国会の審議であるとか新法制定であるとか教団解散命令行く、そっちの流れ、それはそれでいいんですけど、うん、その一方でその政治家への追及、それを進めている政治家たちが自分たちに火の粉を及ばしたくないっていう、まあ、保身もあり、その政治家への追及をさせないように
まあ、そちらへ話がいかないような方向に持っていってるって形跡は当然あって、うん、教団側から組猫を捕まえている政治家も当然いて綱引きはしますよね、うん、でそういうところ当然被害者救済新法制定であるとかそういう方向へ向けて動くのは当然いいんですけど、その自民党側はしっかりその関係を断つって言ってるのであれば、どういう関係であるかってことをきっちり検証しない限り、しない限り関係立てないはずなんですよね、うん、さっき の, あの藤森さんが言われてたね、うん、あの帰り地の話ですね。あの娘さんの名前まで調べ上げられてて、はい、あの尾行みたいな形みたいな、そういうものに近い経験というのは、うん、鈴木エイトさんはこの教団の取材の過程でいくつかありましたか。そうですね、さっき藤森さんの話聞いて一番思い出したのは菅原一秀っていう元経済産業大臣を、まあ、統一教会、そうですね、統一教会での関連を含めて追及してたんですけど、朝の駅頭を直撃したらマイクを外して僕の本名と住所を言って早くお家に帰った方がいいよって言われましたね。誰に？菅原一秀に。はい、あ、政治家ってこういうふうに脅すよ、脅しとわからないような形で脅しかけるんだってのを思いましたね。本人から言われたの？言われましたね。はい。で当然それまで、それ以前には教団側からいろいろ尾行をされたり、あと、藤森さんと同じように自宅を突き止められて、まあ、それはもう携帯の普及してる時代だったので、携帯電話にかけてきて、宅配業者を装って、ちょっと文字が読めないので、住所言ってくださいみたいな。ということで聞き出そうとしたりとか、で街頭の偽装勧誘阻止時代は、まあ、尾行はほぼ毎日、僕当時恵比寿に住んでいて、最後渋谷で終電ぐらいの時間まで勧誘阻止をして、その後尾行を巻きながら歩いて新渋谷から恵比寿まで帰ってたんですよ。で必ず後ついてくるので、 でも彼らってちょっと、まあ、藤森さんおっしゃってたようにちょっと素人なので、普通尾行って真後ろじゃなくて対角線とか道の反対側歩くんですけど、普通に正直に真後ろついてくるんですあ、これ来てるなってかったら、でちょうど交番の横とか通るとぐっと振り返ると止まるんですよ、ぎょっとして、でそこでこう組でこう掴んでそのまま交番突き出して、そしたら統一教会に言われてつけてきましたとか正直に言うんですよ、うん、でっていうちょっとレジャー的に楽しみながらやってますね。まあ尾行というよりもつきまといですね。まあそうですね。でこっちがその勧誘しているところに割って入ろうとすると、その一緒につきまとって、まあ、別の局で見るとつきまといもあったんですけど、ずっとついてきた若い女性信者がこの人頭こうしおかしいんですって言って一緒に僕のことをこう中傷したりとか、そういうのもあったし、あと実際殴られたことも何回かありましたね。誰に殴られ、それ勧誘員から、はい、新生事件の時の経理部長みたいなやつがいたんですけど、そいつから2回ぐらい殴られましたね、渋谷の駅で。まあ、それは、まあ、ちょっと言葉の行き違いみたいなのもあって、いきなり向こうが激高して殴ってきたんですけど、まあ、こっちは殴られた瞬間に、これは現行犯で逮捕できると思って、ラッキーと思って、ずっとダッシュで追っかけたんですけど、渋谷の駅の周り5周ぐらいして、でもう一回取り押さえたら下からもう一回殴られて、本当に死に物狂いで逃げようとする人と本当に抑えられないんだなと思いましたけど、本当にもう振りほどいてダッとのことぐだーって逃げてきました、ね、さっき宅配業者を装ったって言ったけど、それどうやって見破るんですか。いや、それを迂闊に言っちゃったんですよ、僕住所を。でその後何も届かないなと思って、あれひょっとしてと思って、っていうこととかありましたね。いや、さっきなんか聞いたの、ピザ業者か。ああ、そうですね。うち、自宅の周り、ちょっとうち、路地の奥で、まあ、行き来できるんですけど、どの方向から来ても全部撮影できる、録画できるように監視カメラ仕掛けてるんですけど、ちょうど3年ぐらい前に、オレンジ色の、ピザの宅配業者みたいな風邸の男女が、若い男女が結構うろうろしてたのがよく撮れてて、で、その時期に、なんか隠し撮りされたりっていうのもあったんですけど、でそのピザ屋がピザの配達がおかしいなって思ったのは、ピザの箱を縦に持ってるんですよ。みんな普通ピザの配達で絶対縦にしないので、だからこれは怪しいなというのはありましたね。
そうですか。うん、あ、非常にこう、あの勧誘のやり方とか、あの強化、あのマインドコントロールの手法っていうのはかなりも洗練されてるんですけど、そういう謀略的なとこに関してはこう現場で指示されてやってる信者たちってのはやっぱりちょっとまだ幼いっていうか拙さはありますよね。はい、私早いんですよ、彼らそうです僕なんか追っかけますから、ね、遠くから見られるような、だけど三鷹の地理僕の方が詳しいから、あの頑張れよなんて言いながら、逆回って、隣に出てグイッと寝るんですからそしたら大騒ぎも、何そんなよ、警察行こうって言うから、いい考えだね、一緒に行こうって。いや途中で電話かけさせてくれて、逃げたけれども、すごいもう、100メーター、11、2秒のぐらいの。いや、ちょっと大げさだったけど。いや、早い。僕、全く同じことやってました。街頭で、その路地のここでじゃあねっつって、ね、消えるふりして、ダーッとダッシュして反対側からこう現れるとかいうのはよくやってました。結構怯えるんだよね。そう、びっくりしますよね。なんかね、今のお二人の話聞いてると、その、信者っていうのはなんかとってもこう、暴力的で、あの、いわゆるその、反社会的なこう、あの、なんだろうな。ファイターみたいな感じではなくて、なんか弱々しい感じみたいな感じをちょっと受けたんですよ。そうですね。指示されてやらない限りは、本当に普通のおとなしい子たちですよね。ね、真面目。はい、ま。真面目なんですよね。真面目。エイトをつけろって言われたら、まあもう本当に真面目に真後ろついてつけてくるみたいな。そんな感じですね。そうですね。カレーさんとこの間電話がありましたけど、ホームの信者も共通するんじゃないですか。そうですね。ホーム信者は僕は当事者たち何人か取材したけど、まあ、ある意味で真面目というかね、なんかね、あの彼女はどうしての、いまだにたまに思い出すことあるんだけど、その広報、メディアの広報部門にいた女性信者なんだけど、こうやってこう、打ち合わせするでしょ？で、じゃあ、こういうふうにして何時にインタビューしようみたいな時に、突然なんかね、こう、なんだろう、祈り出しちゃうんですよ、こう。ちょっと今私、頭が混乱してますって言って、こう、部屋の脇のところに、こうやって一生懸命こう、お祈りしだしたりして、びっくりしちゃってね、みたいな。で、ある種なんかね、とても弱い。で、ある意味で言うと、これはどう見たってその、あの、なんだろう。悪辣な、こう、ものをこう、凝らすような、策謀を凝らすようなタイプには見えないんですよ。見てるとね。で、あれと思って、ある意味で言うと、まあ、被害者っていうのがね、この人たちはやっぱり被害者だな、みたいな、そういう思いをした経験というのがありましたです、まあね。被害者は被害者を再生産していくっていうのがこれからと問題ですからね。またその統一教会に限って言っても、そのやっぱり最初の偽装勧誘で手相の勉強してますとか、意識調査アンケートをお願いしますとかで、要はそういうのに応じてあげようっていう優しい気持ちを持った人が応じてあげるので、そこは入り口になるんで、やっぱり元は優しい人なんですよ。どこか一回脱会した信者、やっぱり数百万借金背負っていて、その返金交渉のために知り合いの弁護士を紹介するために、ね、弁護士事務所を連れてったことがあるんですけど、新橋の、まあ、あった、あの、法律事務所だったので、待ち合わせして、じゃあ一緒に行こうか、つって行こうとしたら、いきなりそこ、あの、駅にでも座り込んでるホームレスの人に5000円とかあげてたんですよ。その自分がもう数百万借金背負っていてお金ないのにホームレスにお金渡してるんですよね、その子は。びっくりしましたけど、なんでそんなもったいないことするんだって思ったんですけど、そのぐらいこう優しい子なんですよね。なるほど。いや、この過去のそういう返り血の話だけでも終わっちゃうぐらいの話なんですけど、ちょっとね、現在の話に少し、はい、あの変えようと思ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ共有できてるのかな？できてない？できてます？あ、来てないですか。ですね。はい、いいですよ。大丈夫、大丈夫。はい。できます？はいはい。今の話、ちょっと映るんですけど、はい、僕ね、実は、信頼してる報道特集の仲間からね、はい、昨日の放送終わってから聞いた話は、
鈴木エイト対応マニュアルってのがあるんだって、教団に。はい。で、この人間は、とにかく要注意人物であって、要警戒であって、はい、この人間の取材には、どういうふうに、こういうふうに対処しなさいみたいなことが書かれて、はい、僕、それ、文章読みましたですけどね、はい。僕もさっき見せてもらいましたけど、こう、まあ、光栄ですね、こういうふうに。光栄というか、警戒してもらうなんて。ある種、こう、はい、対応マニュアルですか。はい。で彼らの中ではそういうものをこう共有して、こう、まあ、なんか、なんだろうな、ある種、有害。そうですね。有害。物質みたいな。はい。そうそう。なんというか、この場合はこうするんだみたいな、こう Q&A みたいになってて、はい、見ててびっくりしましたですよね。あれ、教団の内部メールでも、鈴木エイトが出没しましたって書いてありましたもんね。まあ、熊扱いされてるっていう。いや。出没ですか。僕、さっきマニュアルちょっと見せてもらいましたけど、あ、こんなふうに、この時はこれでこういう対応されたんだって、だいぶ腑に落ちましたね。はい、そうですか。いや、時間がもう限られてるんで、あと一つご紹介しておきたいことがあってね、まあ、その前に、これは教団が記者会見やってるじゃないですか、はい、よく。ね、あれをご覧になってて、感じることみたいなのを、ちょっとお意見をお聞きしたいなと思ったんですけどね。はい、藤森さん、あれ、教団、ほら、今6回かやってるのかな、はい、?6 回やってますよね、公式的に。あれ、ご覧になってたことあるでしょ、ああいうの見てて、藤森さん、どういうふうにご覧になってそうですね。割合、できるだけ市民権を、なんとか、手放さないように。っていうふうな宗教法人としての法人化、ね、そう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 。で、例えば、テッシーっていうの、テッシーが嵐が、なんかもう、できるだけ、なんていうかな、努力してるなっていうのは分かるんだけれども、まあ、田中さんにしても、テッシーにしても、まあ、彼らはマニュアル集団ですからね、うん、こうしろっていう形で、させられてるんだろうなっていうのは見えちゃう、いう感じで。一度ほら、各教会長に二世を示したって20人ぐらいずらっと、はい、ちょっとあれ痛ましくて見てらんない感じがした、うん、なんか本人たちはまあ胸張ってるのかもしれないけど、はい、痛々しくて、ね、やらされてるなっていう感じがして、うん、だからあんまり好きでないです教団会見は、うん、僕は大好物なんですけどはい、まあ、非常に毎回、こう、僕、なんか、裏目に出てますよね、やるたびに。ああいうところの認識のズレがやっぱりカルトなんだなって改めて思うんですけど、当然あれ、韓国からの指示で、まあ、シナリオに乗っ取った形で会見をして、で、そこを質疑応答のところでどうやって崩していくかってところで、まあ、カネルさんの質問とか非常に有効な感じだったんですけど、ああいう感じで、教団側がどんどんメディアコントロールをしようとして失敗してきてるって、ここまでの流れ自体が、この問題、この教団の問題性そのものなんだなって改めて思いますよね。うん、はい。僕はね、僕は1回しか出てないんで、9月22日のやつですよね、はい。あれしか出てないんで、僕は、まあ、初体験をしたときに、あまりにこう緩いんでね。はい。緩いっていうか、追求の仕方が緩いんで、うん、もうびっくりして、はい、と思ったんですけどね。一つは、あれ、そもそも、そのフリーランスを排除して、はい、しかも、一社一カメとか、なんか、一記者一カメとか、なんか、そういう、ものすごい制限した中で行われてるでしょ。はい、で、質問みたいな、あれ、なんか、官邸の首相会見のなんか、モノマネみたいな、うん、はい、一社一キャマ、なんとか、はい、そう、その、制限したり、それから質問のスタイルまで変えるみたいな、うん、制限するみたいなね、はい。バカみたいですよ。なんで怒んないのかと思いますよ。うん、で、最初に、その、多少トラブルがあって、フリーランスの人が排除された時に、入り口のところで行かれたでしょ、はい、あ、はい。ね。あの時、京王プラザホテル、ね。京王プラザホテルでやった時にね、はい、もっとやっぱり、現場の記者たちが頑張んないとダメですよね。はい、あれがなんかこう追い返されて、で、しかもその入れた人はそれ特権があるみたいな感じで、うん、ああいうのが運営されるっていうのはもちろん限界はありますよ。限界はあるけど、今でもちゃんとやっぱりもっときちんとした記者会見しろよっていうようなことをやらないと全部土俵が向こうで設定されちゃってるみたいな。多分そこは僕
は多分今までずっと野良系でやってきたので、うん、ああいうところに入れてもらえないっていうのがもう通常モードだと思っていたので、逆に洞窟の中の中継を見ながら確認はできるので、その外へのいざこざとか、その辺自体をニュースにしたいなっていう感じの取り組みなんですよね、これまでも。当然、教団のオフィシャルな集会とかには入れてもらえないので、そこをいかに中で何やってるかを探りつつ、その外でのいざこざやり取り、僕に対しての教団側の反応であるとか、そういうこと自体、もうそれ自体がこういうカルト団体にありがちなこうメディアの排除の仕方であるとか、そういうところから教団の異様さとか異常性を浮かび上がらせていこうっていうスタイルだったので、あそこでなんで入れてくれないんだっていう、一応見せかけ的には憤りは見せたりしてましたけど、うん、まあ、本当のところではプロレス的にやってましたので、はい、なるほどね、だろうな、まあまあそういうことはもちろん、教団の事務所本部なんかでやる場合の、まあ、スペースの問題とかね、もちろんあるんですけどね、あれは時にメディア側が広い会場を用意したらそこでやってもいいとか言ってたらしいですけどね。あ、そうですか。あの時にね、僕今でも覚えてるのは教会に入るときに靴脱がされたんですよ。で靴脱ぐってなんか嫌な感じするじゃないですか。なんかあったときに。で、預けちゃったりするっていうね。はい、あれなんか嫌な感じだなと思いながら見てたんですけどね。まあそれはそれとして、記者会見っていうのが今おっしゃったよう、ね、に、裏目に出て、はい、向こうは良かろうと思って、これは戦術的に有効だろうと思ったのが全部裏目に出てるっていう。はいはい、あの辺の認識のズレですか？ズレですよね。最初のケオプラザホテルの時も、あまりに会見内容がひどかったので、その後会見場をジャックして、逆、裏会見みたいなのやりましたけどね。さっきの田中会長の話は全部嘘ですみたいな。まあ、ちゃんとホテル側に了解を取って、入っていいって言われたのでやったんですけど、だからそういう感じでどんどんカウンター的にやっていくことで、教団の意図も潰せていけるかなとか、まあ、多分僕のやり方は客観報道っていうよりは多少ちょっと踏み込んで、自分の存在が相手に影響を与えるみたいなところのやり方もしてるので、本当の真っ当な報道ではないかもしれないんですけど。まあ、やり方はいろいろあるんで、ね、うん、ね、こういう方法の、こういうスタイルの、報道じゃなきゃいけないみたいなのを言うと、うん、日本の報道のスタイルってものすごい硬直化してるから、うん、やっぱりジャーナルみたいな、かつてのね、朝日ジャーナルみたいな、はい、あのやり方ってすごいですよ。そうですね。正直言うと、今読んでも、うん、ここまでやってたんだみたいなね、うん、あの自由さってのは、やっぱりなんであの自由さが今、うん、まあ、失われちゃったのかなみたいなことが。いい？なんか身内の悪口になるんだけども、やっぱり、エツさんが2009年から頑張られた。はい、いうことでなるほどなと思うんだけど、2009年って割とつまり政権交代が起きた時ですか、はい、それから新政事件があったんですよね、はい、あ、そっか、それでやや日韓も始まったという形で、はい、2009年島薗進さんっていう東大の、はい、彼によると、彼の推測によると、はい、新政事件で、あ、これはもっと政治家の庇護が必要だというふうに、うん、統一教会が思った、うん、一方で自民党側はもう自分は落選したりしてるわけですから、うんうん、もうなりふり構わない、手伝ってくれるぞっていうやつはどんどん頼むというふうにもう区分けしなくなった、うん、それがちょうど2009年に合致しちゃって、それから今のズブズブが拡大したんじゃないかっていうのは島薗さんは言ってたんです。あ、ごめんなさい、さっきとちょっと言おうと思ったのと、うん、テーマが違ったんだけど、それ当たってますかね。あ、もちろん、その当時の総会長がこうやって教団本部に強制捜査が入る寸前まで行ったのは政治家対策を怠っていたからだって発言してますからね、うん、はい、それから政治家対策を強化していったって流れはあるんですよね、うん、はい、2009年がある種注目すべき、ね、はい、そうだっていうのは、さっきやや日韓が9年だって。あ、そうなんですよ。そうなのか、はい、そういうことあるんだな。で、新生事件の時に、まあ、もう島薗さんがあるところで話してるの聞いてましたけど、まあ、当時の警察庁がやろうとしたんですよ。そうですね、警視庁、ね、公安部が。菅沼っていう当時 の、 警備局長か、うん、その人間の発言まで引用して、島薗さんがおっしゃってたけど、警察庁はこれはオウムの次は
はい、統一教会だっていうことでやろうとしたときにストップがかかる、はい、ね、でこのストップがかかる経緯っていうのが、これはあの噂レベルではもちろん聞いてますけれども、うん、警察出身のね官僚がやめとけやっていうようなことをこう言ったっていう、あるいは政治の力が働いたということを明言している人たちが、はい、これは有田さんにある警察庁の警察の幹部が言ったっていうのは、はい、秘密の会合に招かれて有田さん自身がそこで言われたっていうふうにおっしゃってました、ね、それはあれですね、あのオウム事件後の方ですよね、その新生事件の方でやめとけって言ったのはあの2009年とかの話で、ね、ごめんなさい、違いますね、2009年のやつの今の話に戻りますけども、新生事件の時に徹底的な、まあ捜査がなぜかできなかった、突然教団本部の強制捜査が止まってしまった、ななった、ね、はい、ガサ入れですよね、いわゆる、はい、南あのすぐ教団本部の目の前のビルにある渋谷教会と南東京教区事務所には強制捜査入ってるんですけど、そこで止まっちゃってるんですよね、うん、そこでもし入って役員が逮捕されたり何かしら証拠がつかめていたら、うん、今回の宗教法の解散命令とか十分もっと早く進めた可能性ありますよね、ですね、でですね、なんか後ろ向きなあの過去は良かったみたいな話ばっかりになってよくない、はい、でこれあのエイトさん、ありがとうございます、はい、すごく売れてるんでしょ、はい、おかげさまで、はい、4釣りまで行って7万5000部まで今出てるということで、はい、もっと売れてほしいですね、売れてほしい、本当にこの問題その追及が全くなされてないところの多分端緒になることがですよね、はい、これ菅原一秀さんのことも、そうですね、だいぶそこははしょってるので、うんうん、まあ、そのあたりはまた今後出すつもりなんですけど、ね、とりあえず今問題になっていること の, あの根幹のところをしっかり書いてあるので、これはぜひちゃんと読んでほしいなと思います。いや、そういう中でこの鈴木さんの話とかね、それから、メディアの中でまあ僕は比較的頑張ってるところはある、はい、あった、あり続けるというふうに思いたいあのところが一個あって、それちょっと紹介しておきたいと思ったんですけど、はい、これね、JNN 系列、まあ、TBS の系列の仲間なんですけどね、はい、統一教会っていうと政治との癒着っていうと、ほら、国会議員とか、はい、から官僚とか、そういうところになんかこう絞られてるみたいなところなんですけど、うん、実はそこに至るまで地方政治。はい、地域ですよね。そこの、まあ、いわゆるこう草のレベルでの浸透っていうのは、ものすごいことになってるっていうことで、はい、本当は、その地域のメディアとか地方のメディアっていうのが、そういうところを掘り起こさなければいけないんだけれども、いろいろな事情でそれがうまくいかないっていうケースがいっぱいある。はい。の中で、これ例外的にですよ。とってもこう戦闘的な、まあ、ある種僕は見てると孤立無援というか孤軍奮闘、よくここまでやったなっていうので感心した例っていうのがあってね、それは富山のチューリップテレビっていうところがやってる統一教会と地方政治との癒着の問題ですよ、はい、具体的に言うと、その今の知事、あの2年前の県知事選挙で当選した人の選挙運動に旧統一教会の関連団体、はい、あるいは、そういう人たちの選挙協力っていうのがあって、はい、であれ保守分裂の選挙だったんですよ、うん、ね、現職が落ちて、はい、今新田八郎っていう新しい知事がなったんですけど、そのまあ逆、ある種こう新旧の逆転みたいなのがあって、そこの選挙運動で統一教会、旧統一教会が深く関与してたか、はい、これはあの外形的事実はまあ認めてるんですね。これあの2015年に教団名称変更があったじゃないですか、はい、あの時にあの教団ってビデオショートムービー作ったんですよ、その名称変更記念の。でもその中身があの二世信者が出てきて、カルトって何って、家庭はルンルンとっても幸せとかいうようなちょっとふざけた内容だったので、はいはいはい、それを作った教団広報局長の鴨野守さんがもう統一教会内部から突き上げを食らって左遷されて、あのその先に赴任したのが
富山だったんですよ、そこの世界平和連合の役職について地元の政治家工作に行ったということで、もうバリバリの統一教会本部で広報局長とか、まあ、世界日報の記者とかやってた人が、もう幹部のエリートですよね。そういう人が富山に行ってそこの政治家工作に関わったっていうところで活発化したんですよね。いや、そのキーパーソンがその過去の守さんなんですけどもね、はいはい、その人にもチューリップテレビっていうのはきちんと取材をしてて、はいはい、一番 の,焦点はその今年脱会した元信者の女性が選挙運動を実際に手伝って、うん、それから教会に行って電話作戦とかね、はいはい、それもその、選挙事務所でございますっていうふうに言って、うん、はい、電話をかけまくったとか、いろんな具体的な事実を詳細に証言してるんですね、うん、はい、で、チューリップテレビのすごいところはそれを記者会見で堂々とその県知事に対してね、はい、質問するんですよ、はい、でね、これね、地域のテレビとか地方のテレビとか放送局とかメディアっていうのは地域の実情と、まあ、非常に密着してるところがあってね、自演ってやつですね、はい、でそこでなかなかそういうことがうまくいかない場合ってのがあるんですよ、はい、ところが今回チューリップテレビの報道を見てたら、まあ、見事だという思うぐらい堂々と県知事に対してそのことをぶつけて、はい、で、まあ、向こうもびっくりするわけですよね、はい、そんなことを聞かれたことないから、そのやり取りをこうやってるのを見てね、僕ね、心の中で、ね、もう拍手を送りたい気持ちになりました。知事側も結構圧力をかけるような発言してますよね、その高圧的な感じで。いや、すごいですよ、町長発信やり合い方が。フィリップテレビさんは印象操作をしてるとかね、あんたたちはその何の権威もないところを煽ろうとしてるんでしょう、うん、みたいなことまで、まあ、ある種挑発してるわけですよね、はい、まあ、挑発してるのは僕どっちだと思いますけど、うん、そういうことを言ってるようなやり取りとかをね、やっぱり公明正大にちゃんと晒してるって言うんですかね、うん、あれはその県民とか見たときにやっぱり、あ、これ大変なこと起きてるなっていうのを初めてそれで認識するんですか、ね、うん、そうですよね。僕はね、あれを見てて本当にあの地域のメディアの重要性っていうんですかね、うん、来年統一地方選挙ってのありますけれども、はい、実はこの問題って長引けば長引くほど本当は地域の問題、地方の問題だから、はい、とっても大きな問題なんだと思うんですよね。で、このやり取りを見ててすごいなと僕は思いましたですけどね、はい、で、その背景のことでだけをちょっと申し上げるとね、僕はチューリップテレビで大好きな曲なんで、はい、なぜかっていうとね、最高初曲なんですよ。1990年から、はい、放送を始めた、まあ、若い曲で、うん、まあ、地域で言うと一番下の弟みたいな感じ、うん、だから、はい、お前何も分かってないのにこういちいち言うなよみたいなお兄さん格がいるわけですよ、いっぱい、はい、北日本放送とか NHK 富山とか北日本テレビとか北日本新聞とか、まあ、黙ってるお前みたいな、一番お前まだ何もやってないだろうみたいなね、ところがそのチューリップテレビっていうのがですね、2016年に市議会の政務活動費のあれを不正受給したっていうのをね、そこの、まあまあ、具体的な名前も知ってる記者たちですけど、その人たちが、その情報公開請求で手に入れた、その領収書のコピーがあるんですよ。それを一枚一枚全部、こう、検証してた、ほとんどがガセだったんですよね。ガセっていうか、嘘のね。で、それを、その時のね、もう砂沢さんっていうこの記者がいるんですけど、その人はその報道に来る直前まで経理部やってたんですよ。へぇ、さすがに。領収書を読むプロなんですよ。そのスキルを生かしたって。で、もっと素晴らしいところは、さっきその公明正大に県知事に記者会見で聞いたっていうのあったって言ったじゃん。はい、この、北日本、チューリップテレビの記者はその自宅にその領収書を持って訪ねてはくるんですよ。俺なんか違うんじゃないですかって言ったら、向こうしどろもどろになってって、はい、嘘言っちゃうんですよ、うん。だから嘘になっちゃうともうバレちゃってどうしようもなくなっちゃう。うん、それを、まあ、いわばこう報道すると、大変なことになって、結局あれ14人
市議会議員が辞めたっていう、うん、その年のまあいろんな賞を取ったりしたと思いますけど、はい、その伝統がね、この統一教会と、うん、県知事の選挙をめぐる癒着でこうまた花開いたんだね、うん、いやだからこのことを僕思いながら、その朝日ジャーナルのかつてのね、うん、ああいうものがあのずっとこう生き続けてこう脈々と生きていれば、もっといろんなことがきっともしかすると花開いてるんじゃないかな、うん、まあ、もちろん鈴木エイトさんがやられてるのもその中の一つだっていうふうに思うんですけどね、うん、はい、すごくいい話をですよ、ね、今日聞かせてもらったら、はい、その希望が出てきます。そのある面で言うと僕はやや悲観的で、なんで空白の30年になっちゃったのかな。もちろん、はい、エッツみたいに頑張ってる人いるんだけど、はい、大手メディアですね、いうふうなのを考えるといくつもの、要因はもちろんあると思う。不特定多数に対して見えちゃう霊感商法は少し下火になって内向したっていうことが一つですね、はい、それから何度かチャンスはあったのに警察が結局二の足踏んじゃった、うん、でメディアはやっぱり事件に弱いですから、うん、飛びつきますから、そうなんないと。それからその中にもいくつもあると思うんだけども、私はメディア側の、これあんまり言いたくないんですが、さっきの2009年って言ったけど、ちょうどその前後だなと今思ってたんですけど、コンプライアンスジャーナリズム。で、コンプライアンス部門なんかもできて、もちろん悪いところは直しましょうっていうのは、それ自体いいことなんです。いいことなんだけれども、結局それの影の狙いが、企業防衛、あるいはもっと汚い言葉で言えば、上層部の自己心のための、萎縮、つまりジャーナリズム性の、なんていうかな、法的ですよね、いう形でトラブルは避けたい、うん、それから特に統一教会は非常に熱心にクレームをつけますから、うん、はい、それからそれは表も裏も正面から来る時もあるし、うん、正面から来るんだと95年に訂正集なんて本出してますからね、はい、それから裏はさっきエイトさんが言われたようないろんな嫌がらせされるわけですよね、うん、いうふうな形でなかなか厄介だなと。そうすると厄介なものは触らないでおこうという方向に、残念ながら2000年代から2010年代にかけて大手メディアにはそれが来ちゃって、それがその統一教会の内向と相乗しちゃって空白の30年になっちゃったんじゃないか、そういう気がしてます。メディア側のそういう自主規制みたいなのがやっぱり一番大きいなと僕も思ってるんですよね。そのここの空白期間っていうのは、まあ、めんどくさいとこには当たらないでおこうとか、同じぐらいのニュースバリューであれば、めんどくさい、こう、まあ、カルト宗教系のところじゃなくて他のでいいやっていうところの、やっぱその辺、カルトって言葉自体も使えなかったですからね、ここ10年。で、教団名も出せなかったし。いや、だから最初さっき言った、特定の宗教なんて言い方の、それが日本のメディアの第一歩だったっていう、はい、その悲しさですよね。うん、で、今、新聞さんおっしゃった、そのコンプライアンスジャーナリズムって、まあ、ほら、僕らいろんなところで忖度とか言ってるのに、僕ら自身が忖度して自己規制して、うん、その上層部の、自己保身みたいなところでね、組織が動いてるっていう実態って、人のこと言えないじゃないかと思いますよ、正直言うと。自分たちがそういうことやってて、自民党はなんか忖度だとか、なんとか、あるいは大企業の忖度とか言ってるけど、自分の足元を見ろよなっていうふうに、僕は思うんですけどね。まあ、言いたいことあるんですけど、まあ、ここはやめときますけど。なんか よく取れば、その、ちゃんと教団に当てて確認するまでは出せないであるとか、なんかそういうのが表向きではあるんですけど、だからそういうところへこう、うまく、そういう理由付けをした上で、教団名報じないとかいう、そういうことになっちゃってるのかなって。そうですよね。なんかね、これ、今、差し紙入って、質問がたくさん来てるんですって。で、ちょっと今、休憩入れます？入れないよね。はい。どうぞ。いつも今、13、14件ほど来ているんですけれども、その後のこのやり取りの中で、すでに
お答えが出ているようなところもありますので、で選ばせていただいた方がいいかなと思います。例えばあの鈴木エイトさんにその近辺新編の変化がいろいろありましたかとかですね、はい、それから今回のテーマにはちょっとふさわしくないから質問取り消しますみたいなこともあるんですが、3人の方へというので、毎日新聞が文鮮明発言録をあの特集してスクープと、思えるんですけれども、その感想はいかがですか。特に朝日新聞がなぜ未だに及び腰なのかということについてどう思いますかというのがあったのと、あと、あと朝日ジャーナルの、特報が赤報隊や、朝日と世界日報の手打ちで継続できなくなったとしか見えないんだけれども、藤森さんにはどう思いますか。それからあとこれは安倍政権の復活はすごく怖いがどうしたらいいんでしょうか。やっぱり統一教会と安倍派とメディアはこれを歪償化して、SNS の工作員たちが守ろうとして、岸田派を潰そうとしている感じが強くなってきているのですがという声がある。でまた感想としてはチューリップテレビは本当に素晴らしいんですよ。で世話教育でも素晴らしい報道をしてきましたということを最後の方では、あと自民党の統一教会汚染の内容をもう少し深めてほしいということでした。あとまあ、すでに答えられているものだったと思います。はい、ありがとうございます。鈴木エイトさん、身辺の変化、最近何かありますか。教団が追い詰められて以降ってことですよね。うん、逆に僕だけ訴訟を起こされてなかったりするので、有田さんとか紀藤さんはやられてるんですけど、からそのあたり、僕を例えば訴訟の相手にしてしまうと、こういう書籍の内容であるとか、一番教団側が命綱にしている政治家との関係を、そこをあまりほじくられたくないのかなっていう印象を受けてるんですよね。で直接僕に対しての嫌がらせとかっていうのは、直接今は一応はやんでいて、怪文書なんかもちょっと前に出てたんですけど、から怪文書これはですね、僕のことハゲタカジャーナリストと名付けて、僕不動産の仕事もしてるんですけど、競売不動産とかを買ってるんですけど、それがこう資産を失って苦しんでる人の財産を奪って金儲けしてるやつだとか、あと僕ちょっと3年ぐらい前の情報なんですけど、朝早く作業服を着て出かけて行ってる本業は大工だとか、なんかあることないけど、うちの親の職業であるとか、うちの家族構成とかも細かく書いてあるんですよね。それを解剖書で、そうですね、それネット上ですか。いや、永田町界隈に政治家のところに流れてるっていう、まあいろいろ調べると、PDF はあります、ね、見ることできないか。あれなんですよ、噂の真相の元の方の情報で、3年ぐらい前にそういう依頼を受けたんだけど自分は断った。で別の探偵社を運営してる人がその仕事を、僕の悪口を調べて書くっていう仕事を受けたって話をされてましたね。だからその内容が今ちょっと出てきてるであるとか、まあだからその多分その藤森さんとかがその80年代に会ってきたようなレベルではないですね。多分もっと軽い感じだけど、今教団がそのもう宗教人格の剥奪っていうところがもう目に見えてきてるので、そういう点での焦りでやっぱりメディア報道を抑えたい、メディアに出てるやつを潰したいっていうことで動いてくる可能性はあるので、当然そこは気をつけなきゃなと思ってますけど、はい、藤森さん、さっきの赤報隊に以降のその手打ちが朝日の及び腰になってんじゃないかみたいなことについての感想を求められてますか。私はそれは肯定しません。なぜならば、例えばそうだな、具体的に言えば5月3日に阪神支局襲撃事件で僕は行って、でそこではもう仲間がみんな、なんていうかな、絶対犯人見つけてやるぞって感じで、うん、すごい熱気です、はい、でそこでこう張り出されてたのが木村拓司っていうですか、書いたんだけど、明日も喋ろう、長期が風になるようにいう言葉なんですね。これ有名な、長期に風があるとか忘れちゃった、
何を言ってるかっていうと、ここで黙ったらやつらの物壺だ、絶対に黙んないぞということで、その後もあの下野夏の時期だったんですが、とか、あるいは朝日ジャーナルもこれ5月ですが、9月までむしろ、火に油を注いでいただいて、どんどんやり続けました。で、よく、あの、時々、あれで朝日が減らったんでしょうっていうふうに言われるけど、それは事実と違うと、僕は中にいいと思います。あと、毎日新聞のほら、文鮮明発言録の、あの、あれは僕の記憶では、毎日新聞が報じたのは、まあ、安倍派ですね。清和会をその政治工作の入り口にしろっていう、はい、まあ、指示をしてたっていう、まあ、そこをハイライトして、紹介してましたですけど、何、はい、かありますか、それについても。そうですね、まあ、あれはもともとチャヌさんっていう韓国在住の元日本人信者の人がブログに書いていた内容を、まあ、毎日新聞がその元を当たって、で丹念に調べて拾ってきたものなんですけど、まあ、ああいう発言、日本では日本の信者が知らないような、日本の信者の読むようなこう経典には載ってないような内容が韓国ではこういうふうに出版されてるっていうところは、まあ、前々からブログとかでは表示はされていたんですよね。そういう中で今回、あと天皇、昭和天皇に関する発言であるとか、文鮮明が天皇暗殺を狙っていたとか、まあ、そういう話も出てきているので、当然今後またいろいろハレーション呼びそうだなと思いますけどね。昭和天皇の暗殺を具体的になんかその記述があったんですか？ありますね。二重橋を越えて自分がやるつもりだった的な、そんな話が載ってますよね。その御言葉集の中に、で私が昭和天皇を暗殺しようと思ったんですみたいな、そこできっちり書いてるんですよね。昔のあの天皇廃棄事件よりさらにひどい話っていうか、右翼が沸騰しそうな話題ではありますよね、うん、まあそことつながってた清和会っていうか、はい、安倍派ですよね、安倍派の復活は怖いけれどもっていうようなさっきの質問ありましたですか、はい、僕はこれについては、なんだろうな、ちょっと心配してるのは、今、ものすごい量の統一教会に関する情報がね、はい、出てきてるでしょ。で、それをうまくこう、整理できないっていうか、位置づけができない中で、僕、本当にこれ怖いなと思ってるのは、あらゆる問題をすべてこう、政局に帰しちゃうっていうか、うん、ね。これは岸田内閣を倒すか倒さないかみたいなとか、あるいは大臣の首をいくつ取ったんだみたいな、それってこの問題の本質的な解明とか解決にはつながらないっていうふうに思うんですね、はい、なんかあらゆる問題を全て政局に、帰してしまうっていうのはある種の、一部の政治部記者の悪い癖、はい、これはその政治部的に言うと何が面白いんだみたいな、岸田派がチャンスだとか麻生がどうだとか、うん、どうでもいいですよ、申し訳ないですけど、もっとでかい話があって、これは本当に今起きてることの本質をこううまく行きつけないっていうんですかね、うんうん、で、あとあんま時間がないんで、ちょっと僕はこのことをちょっと今日言っとこうかと思ったことが一つあってですね、僕、9月22日の記者会見に出たときにね、目の前に座ってた人がいて、この人が出てくるんだなと、さっき言ってたように、メディアに対してのこう、ある種、提訴みたいな動きの中でも、はい、司法記者クラブに出てきた人ですけど、まあ、顧問弁護士ですよ。そうですね。福本さんですね。はい、福本、信也さん。信也さんですね。信也さんですね。はい、彼の発言の内容とか、あるいは彼がやってきたことみたいな、多少僕も調べたりしたんですから、はい、彼の動きってこれとても僕は要注意というか見ておいた方がいいなというふうに、はい、ちょっと申し上げるんですけど、はい、彼は東大法学部時代に原理研にね、はい、入信して、まあ、信者ですね、はい、これは本人も認めていることですけど、はい、信者として司法試験に受かって、1988年だったかな、東大卒業したの、で司法修習生になった後に検事になるんですよ、はい、で
とても、まあ、いわゆる成績が良くてですね、はい、検事になるんですが、その後、法務省になって、法務省局付き検事っていうのになったりするんですよ。はい。ね。で、これ、局付き検事ってなかなかそんな簡単になれるもんじゃなくて、とても優秀だったっていうかね、はい、そのぐらいの人だったっていうことがもちろんあるんですけども、その後、東京地検にもいたことがあって、2000年にこう、検事を辞めて、自分のその弁護士事務所を開くまでに、まあ、9年ぐらい検事やってたんですね。はい、で、この人が、協会の、まあ、顧問弁護士っていうこと。で、この間出てきた時に真ん前にいたんでね、なんかいろんなやり取りした時も、この人はどういう人なんだろうかっていうのを考えた時に、びっくりしたのは、いきなりレフチェンコ事件とか、言ってましたね。旧ソ連の、スパイ事件と、はい、まあ、鍵かっこ付きのスパイ事件で、はい、日本はスパイ天国で、野党の政治家やら何やらがもう全部、KGB の言いなりになってたみたいな、そんなことをいきなりとうとうと話し出したんでしょ、はい、僕びっくりしちゃった。この人の時代認識って一体どこで止まってるんだろうみたいな感じで、これは大変な人がこういるんだなっていうか、僕は非常にアナクロニズムを感じたんですけれども、本人はもちろんそう思ってない、革新的なきっと価値に基づいてそういうことをおっしゃったんだと思うんですけども、まあ、彼が教会に対する名誉毀損でいろんなところを訴えたりしてますよね、はい、鈴木さんは彼とは何か接点みたいなのありますか？面識はありますけど、あんまり別に親しくというか、まあ、ちゃんとした言葉を交わしたことはないですね、はい、まあ、面識がある程度で、はい、先日はその教団の中でどういう位置づけの人なんですか？そうですね、まあ、一番教団側が頼りにしている顧問弁護士ですよね。いろいろの二世信者弁護士であるとか、まあ、外部の顧問弁護士も、まあ、大勢いるんですけど、総勢十数人、20人近くいるんですけども、その中で一番教団側が頼りにして、まあ、重要な訴訟なりを、前必ず代理人になってきている方ですね。はい、で非常にお金持ちなんですよね。一般の教団のこの会長であるとか、幹部って結構質素な暮らしをある程度していて、そんないい家に住んでなかったり、その賃貸の 2DK ぐらいのアパートにいたり、都営住宅などに住んでるんですけど、この福本さんに限っては、渋谷区の松濤に、まあ、おそらく3億円程度の、まあ、自宅を持っているという、うん、ちょっとあるきっかけで僕も知って調べに行ったことはあるんですけど、まあ、非常に一般の信者、幹部信者に比べてかなり裕福、まあ、暮らしぶりは豊かだと思いますね。私もその福本弁護士のこうホームページとかいろいろ見たり、あるいはいろんな方関係している人に取材をしたりしたんですけども、非常になんていうか、まあ、元検事だけあってこう、はい、検察官的ですよね、立ち居振る舞いもね、はい、で霊感商法の裁判の時にもやっぱり非常に高圧的な、検知的な態度は。そうですね。金さんの質問に対しても、司会をやってた佐藤さんと広報部長に、もう切ってくださいって言ってました。言ってましたね。なんかね、ホームページ見てたら、反対尋問こそ、放送としての総合力が問われ、古典や歴史をはじめとする一般教養、心理学、科学、社会、経済情勢、雑学に至るまで、法律以外の幅広い知識、及び人間観察の蓄積、が物を言う領域であり、講師において何事も人間研究の研鑽と捉え、日々の糧としていますっていう。だからやっぱ自信あるんですけど、まあ、その裁判の尋問なんかを見ていてもかなり高圧的なんですよね。だからちょっと威嚇しながら相手をこう萎縮させて、まあ、引き出すであるとか、そういうやり方をしてるのはあまり評判良くないですね。あ、はい、まあ豪華な豪邸にお住まいになろうが何しろが、はい、まあ、ご本人の勝手ですから、あれですけど、その原資っていうか、どういう資産形成をしてこういうふうになったのかなっていうのは分かんない。もちろん、顧問弁護士料以外に弁護士事務所を開いてますから、はい、たくさんの収入が終わりだと思いますけれども、一つ信者が関わった事例でね、僕が調べたので言うと、これある
東京都内の教会でのですね、過払い金請求訴訟、返還、はい、過払い金返還訴訟っていうんですか、はい、そこの、まあ代理人になって、はい、その過払い金請求のその訴訟の、まあ何パー、まあ、もちろん手数料も入るわけですけども、はい、その戻ってきたお金もその教会に一部行っていたりとかって、うん、そういうような事実関係があるということを、はい、これは裁判の提出資料なんかに出てるんでね、はい、過払い金請求っていうのはもともとその借金、あの消費者金融とかサラ金とかそういうところで、困ってる人たちをまあ救済する仕組みとしてできたわけですよね、はい、でそれを利用して、その信者たちにこう借金をさせて、でそれを教会一部が返済することによって、その過払い金請求訴訟を起こさせて、その代理人に自分がなってですね、はい、でそこである種のお礼を得るみたいな形っていうのはこれ どうなのかなっていうのは、僕はそこが非常に疑問で今調べてるところなんですけどね、はい、福本さんに限らずテレビでよく宣伝してますね。司法書士の場合もあるけれども、うん、なんとか法律事務所で過払い金やるぞという、はいはい、大抵最初に開拓した、苦労して開拓した弁護士たちじゃなくて、はい、それに便乗してお金儲けをしようという方々がいて、うん、それはだいぶ弁護士会内でも前から問題にはなっているんだけれど、本来はこれいわゆる借金で苦しむ人たちをそれ以上おかしなことにならないように救おうっていう制度、その人たちが考え出してどんどんやっていた、うん、まさにそういうものだったんですよね、もともとはね。今はだけどそれが金儲けに使ってる弁護士さんがとても多いんです。そのこの統一教会の場合は信者にこうカードローンとかをどんどん組ませて、うん、かなりサラ金であるとか、うん、それとかかなりローンを次から次へ借金をさせてきたんですよね、うん、だからそういう人たちを組織的に通常の過払い接近請求と、まあ個々の事例を、まあ、申請するって形だと思うんですけど、統一教会の場合はそれを組織的に信者に借金をさせているってことはかなり事例が多いってことですよね、数が。ああ、そうね。いや、僕は統一教会がその顧問弁護士を等々、それからあのメディア報道に対してあのいわゆる訴訟を起こすっていうのは、はい、それは彼らがそういうことを起こすこと自体について何かを言おうというつもりはないんですけれども、うん、職業倫理とかモラルとかっていうことに照らした場合に、ある種こう信者になっておられる公職、公的な職業についている弁護士さんとか司法書士とかね、うん、そういう人たちが教会の利益に、まあ、ある種奉仕するみたいな形で、はい、倫理上照らしていかがなものかっていうようなことを考えさせられる事例っていうのがあるんじゃないかっていう視点から申し上げられてますけどね。そうですね、はい、こういう経験というのは鈴木さんもされたことあるでしょう。そうですね。僕はまあ聞いてるのは、とりあえず信者にどん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 借金をして自己破産をさせると、その自己破産のやり方も教団側が指南をしているっていうことはよく聞きますよね。実はね、これさっきはあの東京都内のっていうふうなことを申しました。私手元にね、これあるのは見せられないんですけど、実名が書いてあるんでね。これ旧統一教会の八王子教会ですね。で、そこの信者さんたちがどれぐらいそのサラ金から借金をしたかっていう一覧表なんですよ。借入金額とか、どれだけ返したかとか、その時の借用書の名義人は誰かとか、で返済がされてるのかどのぐらいかっていう一覧表なんですけど、これね、僕見ててね、やっぱりこの冷徹な数字をこれ見てるとものすごいショック受けましたね。はい、こんなにこう、頻度っていうんですか、うん、わずかな期間にサラ金にこう行って、例えばこの女性の場合は、最初に借りた額がサラ金ですよ。66万ですね。その次が、2回目が30万。それから14万。その次100万ですよ。うん、
で、これ短期間のうちにこう、そのサラ金にわーって言って、はい、これみんな違う、サラ金の窓口ですけどね。で、そこでもう、ニッチもサッチもいかなくなって、それを、返済を、まあ、どこがやったのか。うん、そこに、教会が絡んだりして、そこに、その、今言ったような、その、法律的なある種の資格を持つ人が絡んだりした場合の、実態っていうんですかね、はい、何が起きたのかみたいなことを考えたときに、とっても恐ろしい、っていうふうに思いましたですけど、ね。そうですよね。まあ、様々な手段を使って、こう、財産収奪をした上に、こういう手口まで使ってるとしたら、もうこれかなり、本当に大問題ですよね。うん。ね、時間がね、もうそろそろあれだったので、はい、旧統一教会報道の未来の話しましょうか。はい。これから何をどういうふうに報じていくべきなのかなっていうことをちょっと皆さんと考えたいと思うんですけどね。さっき申し上げたように、私一番危惧しているのは、もういいよみたいな、ある種こう、沿線気分っていうのかな。もう、飽きたよとか、もっとこう、メディアで言うと、テレビの世界で言うと、もう、統一教会はもう数字取れないよとか、なんかそんなことを言うようなことを言う人が出てきたりとか、あるいはさっき言ったように、この本丸っていうか、本質的なところまでいかないまま蓋をしてしまうとか、はい、それってやっぱり、とても良くないことだというふうに思うんで、もしそれをやらなかった場合には、また同じようなことが何年か経ってから、はい、何十年か経ってから繰り返されるんじゃないかなっていう思いがあるんで、申し上げるんですけども、どうしようかな。最初、藤森さんから聞きましょうか。これからね、何をどう報じていくかが問われているということについてはどうでしょう。はい、いくつかあると思うんですけれども、大きい塊でいうと、統一教会の、あるいはその信者たちにやってきた悪行ですね。これをもっと徹底的に暴くこと。で、それはまだ全然謎のまま、例えばお金の問題ですね。外為脱税。それから、例えば具体的に言えば、さっきの天中、あれに、トランプはビデオメッセージで1億円もらったとか言われてますよね。じゃあ安倍さんに億円いったんでしょう。全然報じられてない。あるいは、2015年の名称変更。これについて下村博文さんも、事前に、報告したというところまでは認めてるわけだけども、何があったのか、これも全くそれ以上明らかになってないというふうなあたりで、統一教会本体およびそれと政治との関係でやらなきゃいけないことが一つあると思います。それから今ちょうど今週に、与党が概要を出すとか言ってますけれども、新法ですね。で、これからの予防のために大事なのは、消費者契約法ももちろん必要ですが、やっぱり新法ですよね。つまり、この寄付ですよね。それをどうやるのかって、これ難しいと。相当に難しい。朝日ジャーナルが自分の反省を込めて言うと、打ち方やめてしたんです。87年、その、弁連ができた。それから警察庁に5月に国会でもう、最も悪質なんて、おっしゃった。言うんで、もう大丈夫だな、なんていうふうに勝手に思っちゃって。で、少し旅になっても来たんで、あれしたんだけれど、その後は、高額献金は固い信者にしてから巻き上げますから、うん、はい、かなり行為というよりも内心のところにかかってきちゃうんですよ。うん、それで僕は躊躇しました。で、行為に対してはいくらでも反社会的な叩く。でも、内心のところ、癒しの頭も信心からと言います。で、そこを信じてというのに対して、外部がどこまで踏み込んでいいのか、メディアが、ね。っていうのは、これ相変わらず残ってて、で、昨日もフジテレビでやったけど、BS フジかな。マインドコントロールのことを、要件にする。で、そういう形での高額献金はダメだよ、というふうにするために、相当そこのところの微妙な難しさあるわけです。これをどうするか、というところが、僕は大きな争点だと思う。しかし、やっぱりやんないといけないと思います。うん。で、それと、エイトさんが早い時に言われて、なるほど、そうだと思ったけど、やっぱり青春を返せっていうのかな。
時間を、まあ、空気と言ったら失礼かもしれないけれども、一般社会にいなかったわけですね。そうすると2世、3世の問題が一つある。それから脱会した人たちも年金も多分ほとんどないわけですね。いうふうな人たちを社会としてどういうふうに迎え入れるのか。2世の場合には、この前、週刊東洋経済が770人ですか、アンケートやって一番、これは統一教会だけじゃないですけど、で、他の宗教でも同じことやったらそれ叩くべきだと思うけど、一番困ってる苦痛の一番は信仰の強制だというふうに、2世は答えてるわけですね。だから自走、相談、自立支援、なんていうことをきちっとやらないといけないと思います。で、あ、そうですね。したがって、またいくつかになってしまったんですけれど、まず本体をグリッとやろうと。で、エイトさんが偉いと思うのは、後ろ盾、基本的には組織の後ろ盾ないんですよね。で、僕の知ってるフリーの人は、やっぱり怖いから、ペンネームを突然作ってやってますよ、今書いて。で、まあ、金井田さんや私は、まだ、なんていうかな、会社っていうのがあったわけ、あるわけですよね。エイトさんは、そのところも果敢にやってるから、すげえと思ってるんです。で、逆に言えば、そういう組織を持ってるとこは、例えば韓国行って調べることだってオープンソースやれるわけですから、それをもっと調査報道を自分たちの持ってる力っていうのをきちっと出さないと社会的責任を果たせないと思う。それはぜひお願いしたい。はい。それは非常に僕もぜひお願いしたいと思っていて、当然僕個人でずっとやってたので、どうしても調査能力に限界があって、自分でできる範囲でしかやってこなかったので、特にこの、今回いろんなメディアが、この過去の反省を踏まえて、この問題にどんどん乗り出してきてくれていることが、さっきの中流テレビ含めて、非常にこうスクープがどんどん出てきていると、まあ、ここも掘り出してくれたんだっていうのがあるので、非常にこう大きいメディアにはそこを期待したいんですよね。本当に僕も別に情報を独占する気は全くないので、どんどんオープンにしてみんなで追っていきたいと。だからやっぱりその、新法さ、そう、制定であるとか、その解散命令請求とかそっちに向かう一方で、やっぱりこの、少なくともここ10年の現職、元職、亡くなった政治家含めて、統一教会とどういう関係にあったのか、本当の太筋の人、本筋のところをきっちり追及しないと、うやむやに蓋をされてしまうっていうことだけは避けなきゃいけないと思っていて、極端に言えば亡くなった安倍さんに全て追っかぶせて逃げようとしているっていうふうにも見えるんですよね。その現状そういうふうにはなってないですけど、都合が悪くなったら、本来であれば安倍さんがなぜ亡くなったのか、殺されてしまったのかって、もっと近くにいた政治家は憤ってちゃんと全てを話して反省して海を出し切らなきゃ本当の供養であるとかならないはずなんですけど、そこをしないまま偉大な政治家が強固強大に倒れたみたいな、その外形的なことだけで済ませて踏み込もうとしていないっていうところが非常に無責任だと思うんですよね。なのでそこは本当に表向き岸田さんが今一歩踏み出していることで、みんな、あ、いい方にある程度動いてるんだっていうことで済まさない、本当の責任を追及した上できっちりとした報告書であるとか、後世につながるようなものを残したいと思うんですよね。残さなきゃいけないと思うんですよね。オウム事件の後の教訓が全く生かされてなかったように、今回の事件をまだ総括するには全然早いんですけども、そういう方向に向けて、ちゃんとあらゆるもとに蓋をせずに追っかけていこう。僕はこれを続けていくつもりですし、社会全体で、さっき木村さんおっしゃっていただいたようないろんな問題が発生してきているので、そこを包括的にちゃんとケアしていく。それ、本当に興味深いことなので、ちゃんとそこをちゃんと報じられたら、興味を薄れるってことはないはずなんですよね。うん、ちゃんと伝えていきたい、伝えていってほしいと思います。はい。もう時間が足りないんで、あれですけどね。どうします?なんかお知らせやりますか?あ、そうですか。じゃあ、まとめて話しますね。もう時間がないので、今日の主催者の方からのお知らせがあるそうなんですが、今日本当に時間がないのはありがとうございました。ただ、申し上げたいのは、これも全然途中経過で、何もまだ、はい、解決していないし、何も始まってない。で、僕は今言われたみたいに、よく考えてみると、
7月8日に起きたあのことっていうのはパンダラの箱開いたって申し上げましたけど、はい、開いたまま何もあの処理されてないじゃないですか、はい、で国葬やったりあるいはなんかあのもうこれは終わりにしたいみたいなので新法についても中身についてこれとっても微妙な話がいっぱいあるにもかかわらずこれ自体もこうなんだろうなあのカルト規制法フランスにあるようなそういうようなものとはだいぶ違いますよね、はい、中身もねだからそこの中身拙速にやるんじゃなくてきちんとしかし救済はなるべく早く、はい、法律ができる前にもやらなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけども考えてみたらね一国の総理が一国の元首相がああいう形でまあ暗殺されたっていうことって1936年の226事件以来ですよ、はい、でそういうようなことがあった時に本当に安倍さんの死を悼むっていうんであれば、なんでちゃんとその原因を徹底的に追及して、うんはい、なぜこういうことが起きたってことをやらないんですか、はい、アメリカだったらちゃんと議会が、あの特別委員会をちゃんと招集して、徹底的にやりますよ、はい。だってこれ歴史のだって責務だから、これみんなだって、なぜこういうことが起きたかってことについて、今のままだと蓋されたまま、誰も本当のことが分かんないまま、終わっちゃうじゃないですか。はいでもこれはもういいよみたいな。これはあのいろんな理由があるんでしょうけど、もちろん統一教会の動きと今の自民党政治っていうのが、まあ、骨絡みっていうかね、骨絡みだから解明されると両方とも滅んじゃうみたいな、はい、まあそういうところがもちろんあるんでしょうけれども、本当にあの安倍さんの死を悼むっていうことを考えてるんであれば、なぜ起きたかってことを徹底的に追及するっていうのは本当の意味での、はい痛むっていうことの意味なんじゃないんでしょうかね、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。